またまたマッテルのホリデーテント行ってきました。日本の皆さんこんにちは、アザバービー日本語チャンネルです。先日マッテルのホリデーテントが今年も開いたよっていう動画上げてたんですけどまだ2週間しか経ってないんですけどね、もう早速もう1回行ってきました。今回はねちょっと探してるドールがあったんでトイストアに行く用事があったからなんですけど、まあ来たらねもう今はホリデーテントも寄るという二重の楽しみがあるんでもう最高ですね。はい、じゃあまずはトイストアの方から見ていきましょうかね。平日のね午前中、まあ、11時オープンなんで平日の11時台に来るのがもう一番空いてて私は最高ですね。はい、まずいつもここの列から見ます。バービーエクストラの棚ですね。バービーエクストラファンシーね前回から入ってましたけどやっぱり欲しいね。多分次回はお迎えするでしょうね私はもうバービーエクストラはプレイラインなんですけどやっぱりお洋服がねほんと一個一個使えるアイテムが多くて本当に好きですね。でこのファッションパック、エクストラのファッションパックがこう4ドル49っていうの、これは本当に値打ちありますね。ちょっとラッフルにねもっと買っておきますねで、ファッショニスタはね結構ねどんどん縮小されてる感じ、売り場自体は。っていうのがもうアマゾンとターゲットとかでね結構セール価格で買えるからみんなそっちでも買っちゃうからだと思うんだけど、わざわざここに置く必要がないっていうか、でここね裏まで見てると全然違うドールが混じってるんですよ。だから私は必ず全部こうやってほらね違うの出てくるでしょ、全部見ますね。はい、でファッションパックもあんまり頻繁には変わらないんですけど、たまにほらこうやってね前回いなかったものが混じってるの、くまなく見るのがこんなねない、何ほぼ毎週着ててもずこうバーっとね必ず見ますね。やっぱり商品の回転がいいんでしょうね。この辺とかもこれもまあプレイラインなんですけど、これとかも初めて見たななんてね。このハートのサングラスが可愛いんで3つ買いました。はい、でここにこの間からポニーのシリーズが置いてあることはしてたんですけど、で私動物系あんまり買わないからあれだったんだけど、これとかもこのロンパーとかもめちゃくちゃ可愛いなと思って、このタイダイレインボーのタイダイね可愛い。こういうプレイセットはやっぱりついてるアクセサリーとかお洋服がねちょいちょい可愛いのがあるからねバカにできないっていう、本当に、細かく見るのが楽しいですね。でこの並びは乗り物系、でこの最近このドリームキャンパー流行ってるんですけど、これもよく見たら色これめちゃくちゃ可愛いよねと思って、で、バービーラブズでオーシャンシリーズ、これもねまた来年もこのシリーズ出るみたいです。楽しみですね。私もこのシリーズ結構好きですね。ビーチシャックとかもすごい気に入ってるけど、あとここら辺はこの辺ねジャパンも入ってると思うんですけど、私このハートのロンパーずっと毎回来るために見てるよね。もう早く買えよって感じこの子ねこのドール結構可愛いことに今更気づいたんですよ。でこの辺の、ペット系ですね、ペットシッターとかこのパピーシリーズ、この辺もこれまでちょうどハロウィン前だったんでハロウィンのセールやってました。はい、でここはカラーリビールとか、ビッグドリームビッグシティシリーズがあるんですけど、これかわいい、このバタフライのドレス初めて見た。これ1ドル5ドル1つ1体5ドルなんですよね。すごい安い、定価がその値段だから。でこの辺はもう数年前から出てますけどやっぱり可愛いっていうね、このスクーターのこのシリーズもやっぱり欲しくなるね見てるとこのピンクパスポートシリーズは私はもう本当におすすめですね。キャリーケースとか超可愛いし、小物が
たくさんついてるからバビドリにもたくさん使えるものがあって、でこっちのトイストア側でもホリデーテントと同じ値段で、買えます。はい、でマーメイドのシリーズ、この間私がホリデーテントで見つけたあの AA のめちゃくちゃ可愛いマーメイド、もういなくなってたね、うん、でカラーリビール、今更ですけどね、キューティーリビールの2段3段目の子が今お迎えしたいんですよね、この時いなかった。この辺のプレイセットも、まあ、この辺は、まあ、結構持ってるんですけど、これ初めて見たかな、うん、あとはこれかわいい、このセットこれ超かわいい、これもね、Netflix でやってるのシリーズに出てるキャラだね、かわいい。私やっぱりカーリーヘアのバービー好きですね。自分がストレートヘアだからかな、カーリーヘアかわいいなと思っちゃう。この辺のセットもこの10ドルってすごい、めちゃくちゃ安い。アメリカでみんな NASA とか大好きだから、ああいう宇宙系が本当人気。この辺もドレスがね、かわいいね。で、ドリームハウスと、私今回また気づいたの、この子、どれもかわいいし、着てるドレスが超かわいいの。ほら。これちょっとドレス欲しさに買っちゃうかも。車今いらないんだけど、ドレス欲しいなと思ってね。あと私このね、トータリーヘアのについてるこのピンクのね、モヘアみたいなトップスがすごい可愛いと思います。このピンクの。ちょっとこれは、こっちはカーディガンっぽいね。ベル、あの、ボレロみたいな感じ。うん、可愛い。このチェルシーのセットも、これも初めて見ましたね。トイストアは本当チェルシー越しですね。チェルシーめちゃくちゃいっぱいいますね。で、このキャリアシリーズのコーナーは私大好きなんですけど、今回ね、実は一人お迎えしました。前回めちゃくちゃ可愛いなと思ってて買わなかった子、この子。この子顔すごいなんか今時のスーパーモデルの顔しててね可愛いなと思って。で髪がお団子なのもいいね。最近のプレイセットロンパース着てる子多いよね。私は嬉しいですね、ミニミニ着せたいんで。あとこのね、剣のシリーズも可愛い。メイトゥムーブが今もう本当にこの赤い子だけになっちゃいましたね。全部売れちゃった、うん、このキャンプのシリーズね、私今更だけど欲しいんですよ。今ちょっとすごいセールになってからなってるから、ちょっとまとめて次回は買おうかな。このね、リスがめっちゃ可愛いリスついてんの私リス大好きだったからね、うん、このリス欲しいわ。これ本当にテントとドール2体とあの小物のセットはすごいお得、うん、次回買おうかな。シグネチャーの棚がちょっと縮小されてて悲しかったです。一棚しかありませんでした、残念。でもね、ルックスいっぱい入ってて、まあリビンドは変わらずな感じ、うん、でスーパースターのリプロもまだ少しありましたね。インスパイアリングウィメンがだいぶなくなってました。はい、トゥースフェアリー、この辺はジャパン入ってなさそうだね。で、ラバーンコックスと、あとスター・ウォーズ・バービーがちょっと。で、このままホリデーテント行きます。広いでしょ、敷地。結構歩くよね、うん。で、この赤い看板に沿っていくと、はい。まあ、2週間しか経ってませんけど、なんか入ったかなと思って。とりあえずチェックです。はい、てかこの間よりね積まれてる印象この間よりね、なんかこうより高く積み上げられてましたね。でこの辺はまあカラーリビールがあって、
マーメイドで、マーメイドね、私さっきもちらっと言いましたけど、私がやばい可愛いって言ってたあの A のマーメイドはもういなくなってました。あんなにたくさんあったのにね、2週間で完売で、エクストラはまだたくさんいましたね、うん、やっぱ私のこのお気に入りのピンクヘアのベーカリーセットも、あとアイスホッケー、アイスホッケーの子も結構な稼働だからいいかもね、うん、MTM 買うより安いかも。もうこの辺はね、もう5ドル以下で買えます。でファッショニスタスが4ドル50ぐらい。でピンクパスポートシリーズ、この辺はあまだ一緒かなと。で、ね、ファッションパックが前回はあのテニスのウェアだけだったのが、今回このジュラシックパークも増えてました、はい、絶対前回より高く積まれてるすっごいいっぱい増えてる。ファッショニスタスは同じメンツでしたね、はい、で気づいたんですけど、もうシグネチャーはいなくなってました、うん、買ってよかった、うん、あのストライプの子いなくなってた。また来週行こうと思ってますのでお楽しみに。アサバービー日本語チャンネルでした。